じゃあ皆さん今日のね良き日を。じゃあ皆さんも美味しいお酒を。おい、乾杯！乾杯！しめし。やっぱ主役だから最初に。主役だ。ああ美味しそう。ああ美味しい。じゃあ行かせていただきます。ああ美味しそう。行きまーす。はい。いやいや。お、うん。酒面師とは他人にゲームを持ちかけて酒をけしかけデロンデロンになるまで酒を飲ませるプロの飲ませ集団である。1980年代後半から1990年代初期にかけての昭和バブルの時代には繁華街を中心に多発。酒面師はリーダー、飲みたがり、飲ませたがり、飲みまくり、酒くずなど複数人で行われ緻密かつ高度な飲ませテクニックが必要とされる。I'm so happy! I'm loving it! Stop! Stop. Okay, okay. English, only finish! よし、戻しましょう。Yes, yes, yes. 一旦戻ろう。次の人でなくなるんだけど。次の人、だって伸びすぎだもん。何杯飲んだか覚えてる？全然覚えてない。でもね、僕も覚えてないんだ。もう10杯ぐらいの。俺、僕も覚えてないの。3、あ、4だ、4。7ぐらいかも。それとも、ルール説明をいたします。はい。まあ、これちょっとインディアンポーカーみたいに、こうやります。で、自分のカードがわかりません。で、例えば僕がスタートとしたら、まず自分の数字、もしくは一つ上の数字がいます。で、最初なんで、スタートは、例えばこれが1だったら1って言ったら終わってしまうので、0からもう始めます。はいはい。0か1でいってください。はい。例えば俺が0って言ったら次の人が0か1。で、1って言ったとしたら次の人は1か2っていう感じです。で、その数字を避けながら回していくと。どういうこと？ちょっとむずい。当たって、相手にその数字を言わせればいいですね。そうそう、この数字を言ったら言える数字は、そう、これが例えばこれ13だから自分が言っちゃダメ、自分が言っちゃダメ、そうそう、ボンボンなのね。みんなでせーのでおでこにつけて、結局この数字を自分が言わなきゃいいってこと。そうそう、この数字を言わなきゃいい。難しいゲーム、難しいね。じゃあ、はいはいはいって、はいはい、じゃあちょっとみんなカメラに向けよう。はいはい、これ見るかな。あ、見えちゃう、見えちゃう、見えちゃう。10、11、12、13。はい、はい、はい、いってらっしゃい。よかったね。なんで投げんの。いやでも案外これショット一杯分もないかもしれない。なんで？全然。これじゃ楽かもしれない、こっちの方が。それでは皆さん、まずエクスビデオでスラソニスキーと推しのバースデーに乾杯。誕生日おめでとう。うう、残ってない、残ってない、大丈夫。おいでじゃないんだよ。残ってない、残ってんじゃないの。素晴らしい。酒の一滴血になって。ハリソンさん、はい、ウイスキーがなくなりましたけど、じゃあこれでゲームは終わりってことでいいんですか。そう思いまして、はい、本日はもう一本、はい、用意しております。はい、今ターゲットがターゲットが左手に何か持ってますか。どんなお酒を飲むんですか。サディスティックで、ドメスティックな、ハイアルコールなお酒、それは、それはなんだい、なんだと思うお前ら。あ、やばいやばいやばい、スナスウイスキー。やったー、あれスナス、スナス、あれスナス、これスナス。うるってんすよ。3、4、5、
五。ダメやったあれあれあれ寄ってるあれ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 すごい一人で楽しんでる、びっくりしたね。おかしいと思うんですよ。俺の方マップです。酔っ払ってるから。危ない危ない俺危ない。マップですね。俺のマップです。俺のおかしいと思うんですよ。何言ってんの。何男を怒る。あ、全然いいです。ラスボザキさん、口開けもザキさんということで。いやー、締めも口開けも。おいしい音まで。なんで今こや。カーモンベイベースすき。あー、いい音だ。いい音だ。あ、みんな。いただきます。いただきます。なんだよ、独り占めしやがって。さすが魂。さすが魂。さすが魂。お伝えなんだけどな。聞いたの第一に高卒で聞いた生まれた高卒高卒高卒。じゃあ俺からか。そっか。はい、16位やばっ。やばいわ、低いね。うん、1、はいはい、いってらっしゃー。ゼロゼロローカルハイカード1、ローカルハイカード1、2、ダメだ。リードした。リードした。やったー。やったー。やったー。ってことはいいことでしょ。今のはつばさまが素晴らしい。うまかった。今のハリソンの目がさ、ハリソンだったね。いや、ハリソンの目さ、全然なんかそんな感じじゃなかったのよ。これでも3回仕掛けてますからね。素晴らしい。仕掛けてるし、結構仕掛けてる。仕掛けてかわしてるから。いや、しかもさ、竹尾さんみんなではめてるのに案外引っかかんないのね。そう、俺一番飲んでないよ。そう、さっき、一週前か。そう。一週前の時さ、そう。そうそうそう。俺、うまいこと言ってたのにさ。いや、匠飲めよ、早く。住んでたんだよ。札幌魂。札幌魂。いやー、札幌、札幌。札幌大学。よいしょ。よいしょ。これから行くぜ。どうぞ。どうぞ。ゼロ。ゼロ。一。一。二。二。二。はい。たくみ。やった。竹尾さん全然いかない。竹尾さんいかない。なんで飲みたいんだけど。心理戦強いから。いや、マジでマジでいい。いや、素晴らしい。いやいや、鏡だわ。いや、タマさんすげえ。鏡っすわ。ダーマシ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 。はい。その伝統を胸に抱き、我らは目指す新世紀。覚えちゃいそうだ、俺。初大ダーマシ。いやハリソンは二度殺す。奴隷は二度好きだな。あ、はい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 、ゼロゼロゼロ、一、二、二、二。プロジェクトジャック。ハリソン、プロジェクトジャック。おい、もう絶対ない。おい、すごいね。俺よりやりめ逃げされると思ったから。すごい。俺さ、いや、考えたよ。あの大学出てたけどさ、俺もさ、頭そんな悪くないからさ、かっこいい学的にさ、2をさ、3回引く男っていないじゃん。いや、しかもさ、あのさ、竹尾さんがことごと回帰したんだよ。そう。おい。なんで。お前。なんで。俺一番飲めたよ。はめられろよ。すごくない？すごい。すごい、すごい。もういい引いた瞬間笑っちゃう。7。7。8。八、八、九。ああ！なんでそんなに好きなの？殺害魂？魂！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 みんな、リンデンホールで待ってるぜ。みんなで学食作りに行こうぜ。ああ、そういう。じゃあ行こう。じゃあ行こう。八、九、十。ハリソン！いいですね。ああ、ちょっ
運動ここまで回そうと思ったんだよ。ちゃんとありそうちゃんとはまる、ね、ちゃんとはまる数字高かったね。よし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 やっときた。ハリソンちょっと飲んでハリソン全然飲んでないからね。でもね2倍漬けだね。ハリソン2倍漬けだわ。さすがだよねハリソン。2倍漬けやってるの。なんかフェティッシュにプリミティブに、それでいて、なんだっけ、最高にフェティッシュなお酒を飲みましょう。みんなお酒を飲んだら二日酔いになる。じゃあなぜみんなは飲むんでしょうね。いいから飲めもうええやないですか。このゲームはこれでラストにしよう。オッケー、ラスト引いてほしい。ラスト二の3に2を引いてほしい。引いてほしいね。2の悪魔4 5 5 6。お前7なんだよ。お前7なんだよ。ここで6、7、8ざわみろ、ざわみろ、ざわみろはおかしいけど、おかしいよ。文化学部、比較文化学科、英語専攻でございます。かっこいい。こっちの方が上です。今比較学部にちゃんと見せて。いいか、みんな覚える。バーガー、ポテト、ナゲット、シェイク、シェイクだな、シェイク、シェイクで、フィレオフィッシュ、トロコンコで、かぶったら飲む、2人かぶらなかった人は飲まない、残念。美味しい映画をマクドナルドでしょ。それは一緒だよね。それ道南。道南の。で、極地の道北はみんなで行こうよマクドナルドバーガーみたいな感じだよ。もうええでしょ。はよゲームしましょうや。じゃあ行ってみようか。みんなで行こうよマクドナルドバーガー。バーガーとバーガーとフィレオフィッシュ。何だけ正解。あ、この二人、この二人だけです。いや、いいえ、琥珀色だ。はい、いってらっしゃい。はい、よい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 よ。自分じゃどうやって座ってんのか分かんない。下に座っちゃってるね。下に座っちゃってる。酔いが過ぎると下に座り出す。そうやね。そう。みんなで行こうよ、マクドナルドセント。お前何やったの。バーガー。シェイクが3人、ポテトが3人。全員全員。待って、ポテト1人だよ。おやちゃん、ああ、そうか。ナゲット、バーガーだから、はい、シェイク3人。ちょっと待って、1人。ターゲットが瀕死。あれ、砂粒の顔。たくみさん、ターゲットが瀕死。大丈夫ですか、宮崎さん。推しなんていねえんだよ。宮崎ひろあきです。私は。もう本当に出てるかもしれない。ドラッグストアは駅前のツルハドラッグがあるんですけど、スミカのね。スミカのね。でも石岡に札ドラができたので札ドラを使うことが多いです。うそつけお前。行かないだろ。この前の買いに行きました。みんなで行こうよ、マクドナルドフィレオフィッシュ。ストップ、ストップ、ストップ。ポテト2人、シマちゃんかぶるよ、シマちゃんかぶるよ、シェイクとフィレオがセーフ。ここの4人、これは嬉しいけど、ありがてぇな、嬉しい、嬉しいよ。ネガティブルールはまだね、存在してるわ。存在してますね。今聞きました。嬉しい、お前かな。俺もさ、倍付け、隠れ倍付け、隠れ倍付け、隠れ倍付け、チラチラピット。おい、死ね、死ね、お前もうええでしょ。いや、俺あれ気になるんだよな。ちょっとあれ本当気になるんだよな。ちょっと見せて、ちょっと見せてよね。俺あれはね、ちょっと見せて、それ恥ずかしいわ、先輩としてなんか。え、ハリソンが言った。いや、ちょっとねえバーチー君、何ですか。ちょっとちょっとか多いんじゃない。ちゃんちゃん、僕がそうだよ。今ハリソンが飲んだよ。なんかさ、そう、何大学の先輩じゃない人に飲ませるってちょっとなんか、でもいや、なんか辛いわ俺。タカさんは高校どこだっけ。札幌第一。札幌第一。工藤さんは俺。高校、高校、高校出てるでしょ。高校出てるでしょ。
に言って、まあ、早くみんなに聞こえ、高校みんなに言う、聞こえるように言ってるんですか、ね、そういう高校なんでいいのに、高校はいいでしょ。工藤さんは、はい、あれちょっと待って、俺の高校すげえな、ヤビザは、農業高校岩農です、岩農です、はい、畜産科学科ですよ、畜産科学科。しげちゃんは檜山北高、浜頓別高校、はい、千葉は高校、北西、はい、高校へ、はい、新栄高校、新栄高校、じゃあ新栄の違う、違う、それはそう、それは新栄、これ第一、優しい、優しい、これ新栄、これ新栄、理由が分かんないけど、新栄だからだよ、新栄は飲むでしょ、飲めるって、新栄やれねえ、やれねえ、やるしかないよね、やるしかねえよね、先生、これね、これね、俺ほんと一つ言いたいことあるの、うん、あの酒グッズ系 YouTuber の皆さんはね、砂酢ウイスキークソまずいクソまずい言ってるけど案外飲めるよ、いやいいよ、そうそう全然飲めるけど、結構ガチだよ、あのね、お前らね大げさに言ってる、だからもっと飲み目を上げるゲームの方が俺いいと思う、そうだね、はいはいはい、な何する、何でしょう、ね、今下行って取ってくるから、あっ、おっとさ、今仕事早いもんね、すすきのらしい、今ピエールシゲがスキバラ飛んできたから、すすきのらしい遊び始まるから、まあまあまあの情報が出てきましたね、何かのおー、あーあいいタイミング、いやーどこにもなくて第二競馬で行ったよ、はい、というわけで俺先俺かすすきの通信のタイプの子はてしげーゲームですね、しげどういうゲームなんだよ、そう、説明してくれよ、はい、説明ページを、ページがあります、はい、この中に女の子いっぱい写ってます、あ、このページは大丈夫だ、はい、これでもう完成して、せーので、自分のタイプの子を指さします、はい、かぶったら飲みます、はい、そりゃそうだ、簡単だね、簡単です、いじけいじかいじこいじかいじこ、この中でタイプの子を指さしてください、はい、俺さ思ったんだよね、かぶった人はもちろん罰ゲームじゃん、かぶんなかった人も俺は罰ゲームだ、ね、ああいいいいいい、みんなの心採用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 、心一つにしようって、いや俺はおかしいと思う、それはそう、いきますよ、はい、せーの、まずはい、まずソロの人は、ソロの人は工藤ちゃんだって、工藤ちゃんときょうちゃん、あ俺だけなんだ、この子何、みやちゃん、はいはいはい、でじゃあこの3人の中で決勝戦しましょう、ああいいよ、でかぶった人が多い方が勝ちということで少なかった方飲みましょう、ああオッケーオッケー、いいよ、ああオッケーオッケー、全然いいよ、3分の1ね、いや、せーの、あれちょっとこれどうなってんのこれ、俺と竹尾だわマジか、俺と竹尾だ、芝生だわ、僕もかお前もか、3-3だよ、3-3、じゃあもうこの2分の1、そうそうそう、あ、じゃあ2分の1でしょうね、この2分の1、いやむずっ、あとで仕込みやって、じゃあ行くぞみんな、行くぞ、泣いても笑ってもこれが最後だ、よいしょ、せーの、おっ、一番楽しい。でもはい、千葉何何ゼロか1か、はい、ゼロか1か、宮崎言ったらダメね、1、はい、竹尾、はい、2ね、はい、いや2できたら難しいな、宮崎言ったら全員飲むだからね、うん、絶対なんだよ、宮崎全員飲みイエーイ、ブルーアイスホワイトドラゴン、ブルーアイスホワイトドラゴン、ゾベンって入るわそれ、はい、みんな飲もう、これラストじゃないみんなで、いやそうだラストだ、ラストだ、あ、いらんのよ、いや、しけがさあ、これからみんなでそれで鍋いきますよ、今日入ってみよう、あ、しめじめきた、しめじめきた、スターズウィスキー 1.42 ミリ、お疲れ様でした、ありがとうございました、煙じゃなさい、ありがとう、you